先日紹介させていただいた本が、参考文献が書かれてないということで、ちょっといろいろ述べさせていただいたんですけど、著者の監督さんの体験したお話ということで、反芻するかもしくは、まあご本人が最初の前書きに書かれちゃったのか何とも言えないんですけどね、一番いいのは、まあ注釈ですね、まあ何回も述べてますけど、まあ実相寺や共産は、フランス側が全体的な主導権を握っているが、円谷一監督に、諸刃の矢を立てたというか、まあ、そのようなことを書かれてますが、私の円谷英二100怪獣な日々、まあ、これは素晴らしい本なので、実相寺さん、ちょっとここは読みましょうね、もう絶版になってるでしょうから。はじめさんが監督に選ばれたのはテレビよりもフィルムが得意だったし、ちょっと前に煙の王様という16ミリのオールフィルム作品で芸術祭の大賞を受賞したこともあるだろう。ちょうど昭和30年代の後半から、まあちょっと割愛しながら読んできますね。テレビ映画の社内制作を模索し始めていたということと、ウルトラ Q で、こういう書き方が大事ですね。スパイ平行線の世界はあらかたウルトラ Q の撮影が終わった頃に取り掛かったと思う。テレビ映画というのは16ミリだったが、ウルトラ Q は劇場用と同じ35ミリだった。合成などのことを考えてそうしたのだろう。で、パッとちょっと割愛して、スパイ平行線も35ミリ。スパイ平行線の世界で実相寺監督、私は、世田谷金田の円谷ビルに通うことになったんだが、まあ運命ちょっと飛ばして、まあだと思われるっていう書き方をしていたので、まあこれが実相寺さんの書かれてる、スタッフリストですね。あと宣伝用スチールですね。水野久美さんとか渡辺文夫さんが出演されてますね。スパイ平行線の世界は、あまり世間には知られていないというより、ほとんど知られることなく終わってしまったと言っていい、毛色の変わった珍しいテレビ映画だった、まあプロデューサー映画監督のイブ・シャンピー、フランスの作品の監督はエドワール・モリナロと言ったということだけを記憶しているというようなことを書かれてますね。記憶しているがいいんですよね。まあこうだああだと言い切る最近の生きる証人というのは、まあ私からするとどれだけちょっとっていうまあそれはまあ雑談では言いますが、それで、制作は石井博さんと須崎洋蔵さん、どちらも TBS の人ですかね。で、脚本は石松義弘さん、つぶらプロですと、独身のスキャットを担当されてますね、1本か2本で。監督はつぶらはじめさん、監督補が中川春之助さん、撮影宇都宮正春さん、照明は小林哲也さんの方ですね。で、録音田中信之さん、美術は成田徹さん、編集氷見正久さんで、助監督は実相寺昭雄さんと鈴木俊嗣さん、制作担当森田浩二さん。こういうメンツを見ますと、まあ
後に円谷プロが東宝の下請けで、江戸の風とか、まあ、メロドラマとか鞍馬天狗とか、制作担当者で言うというと、森田さんが担当されてるから本来ならば円谷プロとなるんでしょうけども、制作者この時はもう円谷プロという感じじゃなさそうですよね。エースジェスで東条翔平さん、これは出演者じゃなくてスタッフばっかりですね。なぜか、照明助手の中に兵藤文蔵さんの名前がありますね。記録は鈴木のり子さん、シシクザさんのことですね。制作担当上村博史さん、制作進行熊谷健さんというふうになってます。はい、まあ、一応この本が詳しく、割と述べられてますが、気になられた方は、何とか探してみてください。はい。